ございます。天然ということについて昨日話をしましたので、今日は自然について学んでみます。自然という言葉をいつものように広辞苑で調べてみると、たくさんの説明があるのですが、大きく分けて3つの意味が書かれています。第1には、自然とも、おのずからそうなっている様、天然のままで人為の加わらない様、あるがままの様を言うのであります。一人でにという意味に使われることもあります。それから2番目には、ギリシャ語やラテン語、イギリス語のこのナチュラとかネイチャーという言葉として、こういうふうに書かれています。人工人為によりなったものとしての文化に対し、人力によって変更形成規制されることなく、おのずからあるいは超越的なものによる生成展開によって成り入れた状態、超自然や神の恩寵に対して言う場合もあるという意味があります。こちらは西洋のネイチャーの訳語としての自然であります。その他にもたくさん意味がありますが省略します。そして3番目には、人の力では予測できないことという意味があるのです。広辞苑の第1の意味のところに、自然ともと書かれていましたが、自然も載っています。自然とは、おのずからそうあること、本来そうであること、一人でにという意味であります。仏教では自然法にという言葉を用います。自然法には、広辞苑によると、人為を加えず一切の存在はおのずから真理にかなっていること、親鸞はこれを念仏信仰に当てはめ、阿弥陀仏の力によっておのずから往生が成り立つこととしたと説明されています。自然ということを考えると、やはり鈴木大拙先生を思います。大拙先生に禅のつれづれという著書があります。この本はもともと1966年に大拙つれづれ草という題で発行された本でした。私が中学生から高校生の頃に愛読した本でした。ただいまは禅のつれづれという題で、川出書房新社から出版されていて読むことができます。大拙先生はこの本の中で、全世界の人間の自覚を促進させ、またその平和と幸福とを将来するようにするには、一口に言うと自然に帰れと唱えられています。自然の再認識であるというのです。日本的なるものを通じて自然の何者たるかを自覚するのであると説かれています。その自然もわざわざ鍵括弧をつけて書かれています。なぜ鍵括弧をつけたかというと、大拙先生は西洋語のネイチャー、あるいはラ・ナチュールの義に使われておるのに対抗させて使いたいからだというのです。大拙先生は、近来といってもそれは今からほとんど100年前に、西洋の文化、西洋の思想のように我が国のように流れ込んできた時、ネイチャーに対する適当な言葉がないので、やたらに古典を探した結果、自然を最も叱るべしとして採用したのである。これが我らをして東洋的思想の中で最も大切で根本的なものを忘れ去らしめた自由となったのであると嘆かれています。大拙先生は、西洋思想のネイチュアと東洋思想の中枢を作り上げている自然とは似たところもあるが、大いに同じからざるものがあるというのです。大拙先生はそこから東洋の自然について、自然の初めて用いられたのは老子の道徳経で、道は自然にのっとるとある、この自然はおのずからなるの義で、仏教者の言う自然法にである。だから何らの拘束を受けず、自分本具のものをそのままにしておく、あるいはそのままで働くの義である。松は松のごとく、竹は竹のごとくで、松と竹と各自にその方位に従するの義であると指摘されています。
そこからさらに自然の本質について語っています。少々長いのですが、そのまま引用させてもらいます。西洋のネイチュアには自然の義は全くないと言ってよい。ネイチュアはセルフに対する客観的存在で、いつも相対性の世界である。自然には相対性はない、また客観的でない、むしろ主体的で絶対性を持っている。自己本来にしかりという考えの中には、それに対峙して考えられるものはない。自他を離れた自体的主体的なるもの、これを自然というのである。それで道は自然にのっとりて損するというのである。西洋のネイチュアは二元的で、人と対峙する、相克する、どちらかが勝たなくてはならぬ。東洋の自然は人を入れておる。離れるのは人の方からである。自然に背くから自ら倒れてゆく。それで自分を全うせんとするには、自然に帰るよりほかない。帰るというのは元の位置になるという義である。自然の字は他と対峙の字ではない、自他の対峙を彫刻した字である。主客相対の世界での自然ではない。そこに東洋の道がある。この道を再認識するのが、日本人にとりては日本の再発見である。自然に帰れである、と力強く説かれています。西洋のネイチャーは人と相対する自然であるというのに対して、東洋の自然は人をその中に含んでいるというのです。もし自然から離れるとしたら、それは人の方からというのです。これは自我意識や自分中心、人間中心の考えによって自然から離れていくということであります。もう少し引用しますと、西洋のネイチャーはいつも人間に対処して考えられる。それで両者の間には相克的性格が出る。我語れば彼のために破られるということになっている。それゆえ西洋では自然ネイチャーを征服するなどという。東洋の自然は人間に征服せられるものではない。人間は自然のもとに所在するもので、もしそれに背くことがあれば、それは人間から仕掛けたので、結局破れるのは人間の方にある。西洋のネイチュアの二元的なるに対し、東洋の自然は一元的包摂性である。自然に打ち勝つなどということは東洋にはない考えである。自然には随順すること、もしそれに勝つように見えることがあっても、その実はそれに随順するに他ならぬのである。自己をなくして自念に従うとき、亡き自己が時期に自念そのものとなると説かれています。そしてさらに、日本人の再発見的能力は自念の上に向けられるべきだ。このような自念の認識が日本人の間に昔から無意識にあったと自分は信ずる。我らはいずれも自念の恵みによってその日その日を送るのである。明白に意識の表面に出てこなくても、めいめいのうちにこの感覚を我ら日本人はいずれも持っているのである。おかげさまでという言葉はすこぶる眼蓄に富んでいるというのであります。実に味わいのある言葉であります。我々はいずれも自念の恵みによってその日その日を送るのであるという一言は肝に銘ずべきであります。そんな心を日本人はおかげさまでと表現してきたのです。それでは姿勢と呼吸と整えましょう。これも自念に随順する道であります。両方の足で床をしっかり踏みしめて、足に力を入れて、この大地に支えられていることを感じて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチ10センチスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。最初息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンとこう下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。
この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から自然と新しい空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹に新しい空気がいっぱいに満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。